こんにちは、柴田です。今日はですね、Zoom の MS50G に入っているデュアルデジタルディレイで遊んでみようっていうふうな動画です。デュアルデジタルディレイとは何ぞやっていう感じなんですけれども、まあ、名前の通りというかですね、ディレイを2台同時に使うことが可能なエフェクターです。まあ、通常2台つなげなきゃいけないところを1台で解消してくれるというところで非常に便利なエフェクターですね。ちょっと中身を見ていきたいと思います。まあ、つまみなんですが、タイム A、タイム B、これが1台目と2台目のディレイですね。で、フィードバック A、 これがタイム A のフィードバックで、こちらタイム B のフィードバックですね。で、フィルター、ディレイミックス、ミックスっていうのがございまして、重要なのはですね、このディレイミックスですね。これをこっち側にすると、A だけになります。で、こっちにすると、B だけになりますね。ミックスで真ん中にすると、両方の音量が同じになります。で、これは原音とのミックスですね。原音とディレイ音の大きさのボリュームです。ではちょろっと鳴らしてみますね。2個混じってるの分かりますでしょうか。1個ずつ聞いてみましょうかね。1つがタイム800、もう1つがタイム400にしております。じゃあタイム800の方から聞いてみましょう。左に回すとタイム A の方だけですね。タイム800だと、4つ弾いた後に追っかけてくるような感じですね。で、今度は B の方に合わせましょう。B は400ですね。400はまあその半分と考えて大丈夫です。2個弾いた後に追っかけてくるような設定にしております。で、これを真ん中にすると、というふうな感じでダブルの効果が現れるという感じですね。非常に面白いですね。ディレイを2つ使ってるといえばもうこの曲ですよね。ルナシーのインサイレンス。という感じで
デュアルデジタルディレイ、非常に遊べるエフェクターなので、ぜひぜひ皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。